はい、皆さんこんにちは、旅の助です。列車で行こう Q やっていきましょう。これが待望の、最後のアップデートと思われるバージョン5のビルド4431ですね。これでバージョン5の仕様がほぼ確定したということで、いよいよ私もね、マップの方の再開発をちょっとやっていこうかなと思っております。で、早速なんですが、今回こちらですね、客車だけとか貨車だけの編成が組めるようになりましたんで、これですね、前も後ろも、客車、この編成ですよ。で、今回あれですね、これ、この列車実はダイヤ設定ができないんで、いわゆる突破ごっことかがね、ちょっとできないという、そういう仕様です。ひょっとすればこれね、客車だけとか無動力状態でこう動き出せば、皆さんも想像している突破ですね突破ごっこができたんじゃないかと、全日本突破選手権という名前でね、そういった形で動画上げられることも何人か多分いたと思うんですけど、残念ながらね、今回動力車がないと客車だけとか貨車だけでは動かないという仕様のようです。で、奥にはあれですよ、東海道 E233 系のね、15年をちょっと作ってみました。いやー、長い、なんだろう、画面に収まりきれないこれちょっと動画泣かせですね、これ。ちょっとこれ、せっかくできた機能なんでね、ちょっとこれやっぱ作り直して15連、これでちょっとね、考えていきたいと思います。これ多分すごい、この駅間が短くなるか、駅数削っちゃうんでしょうね。では今回の新機能なんですけど、一応押さえのために、これですよ、木増し、典型的なちょっと木増しの動きだけちょっと見ていきましょう。これは通常のカスタムで作った重量ですね。これでもう1編成という流れです。じゃあちょっとこれ見ましょう。これが通常のカスタム編成、こちらで見るところの、こちらですね。この、先頭に機関車があって、付属編成がついている編成です。で、これは木回しの機能が使えますんで、一旦これ、品川の、操車場、客車区にしときますか。で、客車区に到着したんで、そのまま、客車を置いて一旦機関車が、機関庫に入っていく風に見えるんですけど、実際にはここに今木回しの経路が設定されてますんで、その経路に従って現在機関車が木回しを行っている最中です。で、反対側にガチャコンとつくという、これが従来の木回しですね。では今回から加わった客車だけと、機関車だけだとどうなるのか、実は私ね、これがうまくいってないんですけど、ちょっとできたところだけ見ていきましょう。で、一旦この客車を取っ払って、ちょっとこちら、東京駅で一回連結させますんで、東京駅じゃない、帝都駅か。で、まず帝都駅側に行って、機関車がガチャコンと、これがいわゆる連結ですね。今表示が2つ出てたと思います、0と02ということで、今2つの編成がね、くっついてる状態です。じゃあ同じようにね、客車区の方に入ってきます。今操車場に着きました。で、ここで解決機能ですね、解決機能を使って、連結が切り離されます。切り離されましたね。で、この00番の列車は今単独になりましたんで、この機関区で眠らせることができるんですね。この機関区で、機関区というか機関区か、機関庫のダイヤ設定ができるようになったんで、客車は昼寝させて、機関車は機関区で昼寝させる、そんなような運用ができるようになりました。じゃあちょっと追尾しましょう。これ今10分で折り返す設定になってますんで、これはもうですね、木回しの経路ではなくて、単独の経路ですね、単独の経路を使って単独ダイヤで現在機関車が動いている状態です。で、ガチャコンとこういう形ですね。で、私これ個別設定しないんで、このまま推進運転で向こう側行っちゃうんですよ。
という形で、なんでこれ個別設定でやればおそらく向こう側に行くこともできるんじゃないかなという形です。ちょっとまだこれ全線が開業してないんで、ちょっとこれ可能性だけ今模索しているところです。この辺開業すればかなりこのなんですか、ダイヤの自由度ですか、とてつもなく面倒くさくなるかもしれないんですけど、自由度はちょっと上がったんじゃないかなと思います。それから最後ですね、ちょっと今回動画短くなっちゃうんですけども、ちょっとホットな話題こちらですよ。やっぱりこの、東京機関区、田町の電車区があるってことは、その隣になんか車庫ぶっ潰して、ちょうど今スマホが来ましたね。この駅、ご覧の通りフェンスが張ってあるんでね、工事中のあの駅です。もうついにこの動画でもね、あの駅ちょっと使っていこうかなということで、まあいろいろ言われておりますけどもね、こちら、高輪ゲートウェイですねなんだろうこのセンスのないこの名前、皆様はどう思います？まあ、これは個人の感想なんでね、どうこうということじゃないですけど、個人的にはこの高輪ゲートウェイ、まあ横文字に横に書いてる分にはそんなに違和感ないんですけど、縦に書いた時になんかすげえ違和感あるのは私だけでしょうかまあこれはいろんなね、方の感想があると思うんで、まあ、どうこういうことはないんですけど、まあ、もし旅の助がもしここに駅名新たに作るとするなら、もう私はねズバリこれですね、どうですか JR 北品川ねえかでは、今回はですね、新しくなったバージョン9の可能性をちょっと模索しながら、新規にマップを開発する、まあ、宣言的な動画で終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。